もうね、今日はね、これだけ乗って帰ってください。お金にクレッシェンド。はい、今回は音楽家も最大30万円の経産省の一時支援金の方ですね。こちらなんと、これをやれば期限が延長されたよというお話をしていきたいと思います。本日のお話、ね、経産省の、一時支援金の方ですね。先に出たやつ3ヶ月版。これいよいよ今月いっぱいね、5月31日までが締め切りなんですけど、それは変わらないんですけども、なんとですよ、決められた手続きを踏めば、簡単な手続きです、2週間くらい延長できることになりました。2週間くらいっていうのがね、またなんともリアルですけれども、はい、この話をしていきたいと思いますが、こちらですね、音楽のラインアットというのに登録すると、この今日のレジュメですとか、あとですね、クリアルに質問とか相談とかできるシステムになってます。まあ最後、動画の最後にもうちょっとね詳しくお話しますが、この下にリンクとかあるんで見てみてください。さあ本編入っていきましょうね。期限が延長されたよということで、こちらの方、このね、まあ、リーフレットっていうのかな、これが経産省の方から出ております。こう一時支援金ね、こう、まあ、これこの後詳しく見ていきますけど、下にリンク貼っときますので、これ欲しいなって方は、これちょっと、ま、入手してみて、そして見てみてくださいね。もう不読みですよ。はい、これやってみてください。はい、とはいえ何がどう延長されたのっていうところをね、まあ音楽の方ではお話ししていくわけですけれども、一時支援金、もう一回言っときます。今、一時支援金と月次支援金、俺もよくわかんなくなる時がありますけれども、3ヶ月の方です。1月と2月と3月を比べて、3ヶ月の方ね、先に出たやつ、一時支援金30万円、これの書類の提出期限ですね。これが、2021年5月31日だったんですけど、ここよりも2週間程度という言い方をしてます。で、延期されましたと。ね。で、この2週間程度とか、この辺の期日に関しては、多分近々はもう少し詳しく出るはずです。少なくとも、認定期間、確認するの認定期間ですね。認定確認期間だ。ここのところに対しては、近々、もうちょっとちゃんと詳しく出すね、みたいな通知が来てますので、こちらが出るんだと思います。これもだから分かり次第ね、まあお伝えします。はい。でですね、先に言っとくと、この2週間程度の中でも、やっとくことっていうのは結構前倒しなんで、まあそんなに気にしなくていいかと思いますけど、まあここをね、過ぎないようにしてください。はい。で、次です。じゃあ誰が延長できるのって話なんですけど、こちらですね、必要書類の準備に時間を要するなどの理由で、5月31日までに間に合わない人っていうのが延長の対象になりますということですね。こんな感じです。これリーフレット、さっきのリーフレットを拡大したんですよね。申請期間2021年5月31日までだったんですけれども、これから申請を考えの事業者の皆様ですねにおかれましては、お早めにね、必要書類を準備して登録確認期間の事前確認を申請してくださいと、もうここまで OK ですけれども、ここです。ここの赤で囲んだ部分、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期間までに間に合わない場合は、書類の申請期限の延長を行うことができます。だからここの部分ですね、これがさっき言った必要書類の準備に時間を要する部分。これ、じゃあ誰かって言ったら、もうこれ、ぶっちゃけですよ。全員そうだと思います。もう間に合わないって、必要書類の準備に時間を要するって言ったら、時間を要するわけですから、どれぐらい要するのかっていうのからもう分からないですから、もう時間を要する。まあ、平たく言ったらもう、間に合わないそうな人は2週間遅れてもいいから申請してくれって、こういう趣旨だと思います。はい。じゃあこれをですね、どうすればいいのというお話ですね。これね、もう言ったら全員当てはまると。条件を満たす人はですよ。条件を満たす人、50% ダウンとか、それから、確定申告書があるよとか、こういう条件を満たす人に関しては、もう全員が2週間延長できると思ってみてください。もちろん早めにやってほしいけど、さあ、じゃあ何をすればいいの、どうすればいいのかというところですけども、もうね、今日ね、これだけ持って帰ってください。この2つ、ね、どうすればいいのって、これもリーフレットに書いてあります。で、5月31日までにどうすればいいのの話ですよ。あなたがやること、延長したいならあなたがやること、1つ目、5月31日までにアカウント発行、これが1つ目です。5月31日までにアカウント発行、そして2つ目がアンドね、両方やってほしいんです。2つ目も 1つ目も2つ目も両方やってほしいんです。延長の申し込みを行うと、まあ、行った場合に2週間程度延長いたしますよということですね。まあ、ここのところをね、もうちょっと手順を踏んで、次の画面で確認しますけど、まあ、この辺にね、書いてあります。はい。で、
まずどうすればいいのと、この中の2、4つ書いたうちの中の2つがさっき言ったアカウント発行と、それから延長の申請みたいなね、なんですけども、2021年5月31日まで、これはもう、アカウント発行と申し込みだけはしてくださいってことになります。ね、5月31日まで、だから、書類とか、そういう締め切りとかも5月31日だったんだけども、アカウントだけは5月31日まで発行してくださいと。ね。で、申し込みも、延長の申し込みもしてくださいと。で、その後2週間かけて、6月1日から2週間ぐらいかけて、本申し込みですね。これしてもいいよと。事前確認も、まあ2週間近くかけていいよと。事前申し込みの方がちょっと、まあ、構造上早めになりますよね。10日までに事前確認して、6月14日に申請とか、例えばこんな風になると思うんですけども、2個目、ここです。ここです。とにかくアカウントだけは5月31日まで発行してください。今の仕組みですと、6月1日にアカウント発行することはどうやらできないようです。しつこいけれども、こういうとこ勘違いしやすいんで、ね、5月31日までにアカウント発行。これが一つ。ね。そして二つ目は、アカウント発行して、で、そうすると、いわゆるマイページですね。もう申請とかを持続化給付金とかで1年ぐらい前からやってる方はもう文化庁とかでやってる方はもうお馴染みだと思います。マイページです。マイページができますからアカウント作ったら。そしたらマイページの方に延長の申し込みっていうコーナーができるはずです。できるはずですっていうのはまだできてないはずです。25日をめどにって書いてあったと思うんですけども、まだできてないんで、だからもうちょっと待ってて。はい。で、そこに延長の申し込みっていうのができるはずですので、これも、音楽の方で、あんまりちょっと分かりにくそうだったら出しますけれども、はい。延長の申し込みができると。で、そこの延長の申し込みに、延長を希望する理由っていうのを書くところがどうやらできるらしいですから、これ、持続化給付金の時もあったよね、1月頃にね。だからあれと同じような感じになると思います。経産省だし、中小企業庁だし。延長を希望する理由を書こうと。じゃあ延長する希望、どうしたらいいんですかって、なんかちゃんとそれっぽいこと書かないとダメですよねって、まあ、気持ちはわかるんですけど、多分ですよ。必要書類の準備に時間を要するためって書いたらいい。それで OK だと思います。つら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 書かなくても、ここはいいかと思います。他の企画書とか、例えば文化庁の AFF とかだったら、ちゃんと書いて、で、それが通る通らないとかあるんですけど、今回のこれは多分違います。はい。こういうところがね、クエスチョン努力になってくるんですけど、時間かけないとこはかけない。ね。手間かけないとこはかけない。必要書類の準備に時間を要するためで、これでおそらくいいと思います。そしてダメだったら、もうちょっと詳しく教えてくださいって言ってくると思いますが、多分言ってこないと思います。こんな感じです。はい。こんな感じでね、ぜひやってみてもらえればと思います。ね。また詳しいね、情報が出たらお話ししますけれども、まあ2週間って結構でかいと思います。で、2週間くらいって言ってるんですけど、もうちょっと経つと多分、さすがに何月何日の何時何分、までとかね、23時59分59秒とかっていう、まあ、0時っていうかね、あるじゃないですか。その日、うちのって。こういうの出るとは思いますけど、今のところ2週間目処って言ってるので、まあ、こういう言い方をしたら2週間よりも前、だから13日までとかね、こういうことはまずあんまないとは思いますが、これ、情報出します。なので、諦めかかってた人、やっぱいらっしゃると思うんですね。この時期、たまたま、コンサートが、たまたま仕事が、たまたま、これが、みたいな人もいらっしゃると思うんです。で、どうしようかな、みたいな。30万円もらえるんだったらやるけど、私計算したら8万だからどうしよう。ね、そんなあなた。そんなあなたも、ぜひね、2週間延長されてますので、ぜひやっていただければな、というふうに思います。で、今回のこの延長っていうのを、これね、結構知らない人が、多いかなって。この手のやつって知らない方結構多いです。なので、あなたがもう今知ったと思いますので、これ見てるってこと知ったらね。はいはいはい。あなたの周りの音楽家さん、この方たちにも今回はね、ぜひ教えてあげてほしいんです。もうケツ引っ叩いてあげてください。ごめんね、ケツとか書いて。ごめんごめん。はい、隠した。ね。お尻を引っ叩いてあげてください。あなたがいろんなものを持ってると思うんですよ。SNS、Twitter とかね、YouTube とか、Facebook とか、インスタとか、いろんなものを持ってると思います。もちろん、個人 LINE とかでも、ぜひですね、教えてあげてほしいなと思います。こんなのやってるぞとか、まあ、もちろんこの動画を見ろとかっていう風に言っていただいても、すごく嬉しいです。もうとにかくシェアをして、あなたのお友達にも教えてあげてください。知らない方すごく多いです。ね、あっという間に2週間なんか過ぎちゃいますから、ましてや5月31日までに登録だけはしてくれって話ですから、これぜひ、ね、まだ間に合うよ、あんたまだ間に合うわよってね。いやー、言ってみてください。はい。よろしくお願いします。はい。というわけでね、これからもあなたのね、お金のクレッシェンド力、今日もね、クレッシェンド力の話しましたけれども、こういうなものを、上がってますから、すんげー上がってますからね。
気づいてます？気づいてない方も上がってますよ。はい、これを信じて一緒にぜひやっていければなというふうに思います。はい、というわけで今日ね、実はちょっとおまけコーナーがありまして、俺あのマーケター、まあ、マーケティング、売れる仕組み作りみたいなふうに思っていただければいいんですけど、こちらの方のねセミナーとかコンサルとかもいっぱいやってるんですが、このマーケター視点から言うと、今回のリーフレットの右角、ここ見てこれにびっくりしました。何これ。まだ間に合うびっくりマークって、こんなの経産省中小企業庁がリーフレットに入れる？これちょっとたくさん話したいところは山々ですけれども、これまたあの機会があったらマーケティング視点からちょっとね、あの考察できますので、まあ機会があったら話したいと思いますし、話せとかいう希望があったら、LINE アットとか、それからあのコメント欄とかにね、入れてみください。コメント欄、ね、見てます。はい。ね、まだ間に合うと。これはね、ちょっとポイントでしたね。はい。というわけで、今日のお話はこれまでなんですけれども、最初にお話しした話、LINE アットの話をちょっとね、もうちょっとだけ説明しておこうと思います。この動画、パワーポイントで動いておりますけど、これをですね、まあ、レジュメというか PDF にデータ変換したものですね。こちらを LINE アット、音楽の LINE アットっていうのがあって、こちらの方でお渡ししております。で、なんだそれはって方は、この下の説明欄、概要欄に、音楽 LINE アットへのリンク、それから音楽 LINE アットのアカウントとか書いてありますので、そこから何とかたどり着いていただいて、栗原に、レジュメちょうだいと言っていただければ、過去のこの YouTube 動画、その音楽の YouTube 動画のほぼほぼ全てが入っております。PDF のまあ、ファイル集というのかな。はい。こちらの方です。Google ドライブのリンクになってますが、これをお渡ししております。そしてもう一つ。この同じ LINE アットで栗原に直接質問、相談ができます。はい。で、今のところにはなりますけれども、よっぽどね、あの増えたりとか、あの、一人でやってるんで、ちょっと難しくなるまでは、栗原が全部、この目で見まして、この手で、チャットで返しております。ただ、まあ、今言ったように一人でやってますので、ちょっと遅くなっちゃう時もあるんですけど、ごめんね。はい。それでもいいよと。今、2日、3日待ちぐらいですかね。2、3日待ちなんですけど、過去最大2週間ぐらいお待たせしたこともありますが、ありますが、それでもいいよという方は、ぜひ遠慮なく質問、相談の方をお寄せください。はい。というわけでね、また他の動画でお会いしましょう。